はい、こんにちは。今回ですね、ディーラーの新車の営業マンと中古車の営業マン、この仕事内容がどれだけ違うか、あと価値観がどれだけ違うかってお話をします。一般のユーザーの人からすると、同じディーラーだし、ね、営業マン、車を売るっていう仕事だから、まあ、そんなに違うのかっていう、まあ、疑問があると思うんですけど、正直全く違います。で、もちろん私はディーラーで新車の営業もしましたし、中古車の営業もしました。まあ、その観点でお話をするんですけど、まず新車の営業マン、大前提として全国どこの販売店でも車両本体価格、新車の価格っていうのは一緒ですよね。結局あとはそこでどれだけ値引きできるかとか、まあ、そこの勝負にはなるんですけど、まず決まってるっていうことね、金額が。で、新車だからその車の状態も基本的に変わりない、一緒。そっからオプションをつけていくねっていう商品、まあ、そういう商品を扱う。で、そこの中で買い替えをする人、下取りを取るってなった時に、この下取りの車をいかに高く下取りをして車両本体価格、お客さんの新車の販売価格を減らすかの勝負なわけですよ。新車の営業マンはこの下取りの金額をなるべく上げたい。でも中古車の営業マンはこの下取りの金額が、ここをなるべく抑えてほしい。要は中古車って同じ車、同じ年式、同じような走行距離であっても全く同じものっていうのはない。で、なおかつ金額もバラバラになる。その入ってきた金額、買い取った下取りをした金額をベースに値段をつけるような形だから、相場っていうのはあるから、ある程度の相場は出せるんだけど、高い下取り金額で入ってきた車っていうのは原価が高くなるから、まあ、もちろん車両の販売価格も高くなる。だからもう私も新車営業してた時っていうのは、まあ、中古車の営業自体が全く何も分かってない状態で、できるだけ高く取りたい、そう、そんなイメージでやってたから、もちろんね。で、中古車の営業マンになって思ったのは、下取り高いなとか思ってましたね。で、ディーラーってよくやるのが、下取りの査定金額をアップしますみたいなキャンペーンとかね。なんか、簡単に、今月3月、例えばこういう3月とか、繁忙期とかになると、年度末決算になると、下取り5万アップとか、普通車10万アップとかするわけですよ。これされると地獄なんですよね、正直ね。中古車の営業マン、これを売らないといけないから。ディーラーの場合、中古車で展示してる車っていうのは、ほぼ 90% 以上は自社の、下取り。新車の営業マンが売ってくれた車の下取りとかが入ってきたり、あとは試乗車とか、まあそういう車が展示してある。なんで、オークションから仕入れて展示するっていうことも、まあ、稀にあるけど、そこも数は本当に少ない。なんで、90% 以上は自社で扱ってる。その、下取りだったりとか、試乗車とか、まあ、そういうのを並べてる。あと、まあ、会社のね、自社の代車とかね。そう、そういうのが中古車として並んでることがほとんどだから、ここでまず全然考え方が違うのと、で、あとはね、新車の営業マンが新車を売りました。で、納車しました。で、納車したら下取り車両が入ってきますよね。で、これを中古車の店舗に、まあ、近いとこだったらそのまま持っていく営業マンとかもいるけど、まあ結構陸送で運んだりとかね、そうするとこも多くて、この車が中古車店舗に届くのが本当に遅い。新車の営業マンからすると、新車の店舗からすると別にそこまで、いや、そんな遅いっていう感覚なんだろうけど、ここのスピード感っていうか、全然違う。要は中古車の営業マンは、その車がない限り販売ができない。商談ができない状態だから、その車が一刻も早く欲しいんですよ。だから私が中古車営業やってた時とかも、取りに行ってましたもんね。その新車の納車はいつですかって。あいつ納車するよとか、じゃあ終わったら連絡ください。もうね、積載で取りに行きますんでとか。まあそんな感じでやってた。で、もちろん新車の営業マンからしても楽なんですよ。車運んでくれるからね、そうそう、手配しなくていいし、ただこの中でちょっとここでも車両を持っていくってすぐ持っていける場合もあれば、書類がまだとかいう人もいるんですよ。その下取りの書類がね、で、中古車の営業をやってる身からすると意味は分かんないんですよ。なんで下取りの書類がまだないの？新車納車したのにそもそも新車を納車するっていうか、新車の登録をするときに新車の書類をもらうわけじゃないですか。まあ、印鑑証明であったりとかね。
じゃあそれと一緒に下取り用の下取りにも書類が必要だからね。まあ普通車とかだったらね、まあ印鑑証明とかね必要だし、委任状とか実印打ってもらわないといけないとかあるし、それを同時にしてくれればいいのに、やっぱり性格があるんですけど、同時にしない人もいるんですよ。下取りは後回しっていう人がいるんですよ。そうなると書類も遅れるから車も来ないとかで、例えば今日3月25日で、3月で言うと、金曜日までかな、30、31は土日だから陸運局動いてないから、この25から29、この5日間で、例えば今日車売ったら登録できるんですよ。名義変更できるんですよ。水曜日ぐらいまで多分行ける。車庫証明を提出しないといけないとしても、長崎はね、だいたい車庫は3日あればだいたい降りるから。で、警察署に車庫出すんだけど、警察もやっぱ平日しか動いてないからね。そう。だから水曜日多分ギリ。で、軽自動車の場合は車庫証明いらない地域多いからね、田舎だから。もちろん車庫証明いるとこもあるけど、先に登録はできるから、車庫は後でっていうのはできるんですよ。だから、木曜日とかに売れた車を金曜日登録して、月内登録完了ですとか、もうできる。もうそれぐらいのスピード感なんですよ、中古車って。だから、新車の営業マンと中古車の営業マンでは全然1台売って、納車までのスピードであったりとか、そこら辺が全く違う。まあ、特にまあ新車だったらね、新車がそこで受注しました、注文書もらいましたってなっても、すぐは納車できないからね。じゃあ書類はね、だから新車の営業とかになると、じゃあね、昨日とかのね、土日とかのフェアで売れました、注文書もらいました、通車とかだったり、まあ、印鑑証明とか、あと車庫の承諾書とかもらわないといけないから、じゃあ来週の土日とかにね、持ってきてくださいとか、まあそんな会話になりやすい。ただ中古車に関しては土日に売れたらもう月曜日ぐらいから回収できるようにしたいんですよ。印鑑証明とかそこら辺の書類は登録、名義変更するときに必要だから、これはまあワンチャンいいけど、とりあえず車庫を出したいんですよ。車庫証明出さないと普通車登録できないんで、ね、土日に決まったやつはもう月曜日に車庫を出したいんですよ。なら水曜日ぐらいに車庫が上がってくるんで、でその水曜日ぐらいまでに書類をもらって登録するみたいな形だから、印鑑証明はとりあえず後でもいいけど、とりあえず車庫を出したいっていうのがメインなんですよね。で、あとはやっぱ3月が一番売れる月ってなってるけど、でも結局3月に新車が売れたとしても、新車の場合は3月末に納車したりとかね、早くても。で、4月入ってからとかになるから、それを納車しない限り中古車その下取りが入ってこないわけですよ。だから3月に売らないといけないんだけど、3月に売れた車っていうのは入ってこないからね、下取りとして。だからね、ここがね、ほんとね、売りたいけど売る車がないとか、もう全然ある。中古車の営業で、まあ、展示車両いっぱいありますよね、中古車の。で、その中でやっぱ営業マンもいっぱいいるから、わあ、あの車売りやすいなとかあるんですよ、やっぱり。まあ、例えば軽で低走行でね、まあ、年式もそれなりの。で、金額もそこそこの、なんか、買いやすい金額、売れやすい金額ってあるんで。ってなると、やっぱりそこの、もう早い者勝ちなんでね、本当に。そう、取り置きなんてできないですからね。そのスピード感はね、新車と中古車で営業マンは全然違う。で、その買い取るとか下取りに関しても全然違う。なるべく安く仕入れたいと思うのが中古車の営業マンだし、新車の営業マンはなるべく高く下取りを取って総額を減らしたいという考えだから。だからね、やっぱりそこはね、ちょっとね、価値観の差っていうのはどうしてもある。でも、これが、例えばね、会社としてね、会社として、それはそれでいいというか、新車をメインで売らないといけないとか、まあもちろんね、ディーラーだからね、新車販売がメインなんだけど、それによって高く下取りをした金額で入ってきたものを、まあ中古車の営業マンが売るんだけど、ここを、まあ、例えば配慮してくれるんだったらいいけど、まあ、それはそれ、これはこれで別だから、月の販売台数とかも全然目標値高いまんまだからね、中古車の営業。その悪条件で入ってくる車を高くで売らないといけないという。うん。なんかそこはね、ちょっと、もうちょっと配慮してよとは思う。うん。勝手になんか、こっちからしたらね、中古車の営業してる側からすると、勝手になんかキャンペーンとかやって、本来の査定額より10万ぐらいアップした金額で下取りをして、それが入ってきて、でそれを売らないといけない。で、売らないといけないけど、値付けって結局本部であったりとか、そこの中古車部門の上の人がつけるからね。で、もちろんそのつける金額っていうのは相場より高くなるし、そう、その相場より高い車を売るのは結局営業マン、中古車の営業マンってなるから、この金額は無理やろみたいな金額の時もあるんですよ。もちろん自分も新車の営業マンをして中古車の営業マンに行ったから、
結局新車の営業マンの時には結局分かんなかった。中古車の営業マンの人の気持ちっていうのはあんまり分かってなかった。中古車の営業マンになった時にやっと気づく、あ、こんな大変なんだって。ね、販売台数もね、まあ、中古だからね、販売台数新車より目標台数多いからね、イメージ2倍売ってイメージ2倍売らないといけないです。新車の営業マンの月の目標が4台だったら8台売ってねみたいな、まあそんな感じ、ざっくり言うと。そう、それぐらいの販売台数売らないと大した給料はもらえないという、そんな世界でしたけど、まあでも大変でしたけどね。だからね、まあ今3月でしょ、だから4月入って、まあ車屋さんにね就職する人もいると思うし、ディーラーに就職する人もいると思うし、ね、ほとんどは新車の営業マンからスタートっていうのが多いのかな。でも、中古車の営業マンとして新人から入る人もいるし、新車の営業マンだった人が配置転換で中古車の営業になる人も、まあこの4月の時期、まあ、全国で多分絶対いるんで、まあね、結構本当最初戸惑うけど、そこは慣れていかないと、中古車の営業になる人はね頑張ってほしいなと思います。はい、ということでね、ちょっとね、いや3月25日ね、ちょっと今から陸運局行かないといけないんですけどね、そう、K の抹消があるんで、そうそう、もう本当ね、もう今週あと5日しかないんでね、3月が30、31日って土日なんですよ。で、これって結構きついんですよ、車からすると。だから29日が最終日みたいなもんなんですよ。もう名義変更も登録もできないし、まあね、持ち込みの車検とかもできないし、だから稼働日が少ないって感覚になるんですよね、車屋さんの目線でいくと。また陸運局行ってね、今週ちょっと走り切って3月を乗り切ろうと思います。でね、また違ううちに動画上げていくんで、よかったらチャンネル登録、サブチャンネル登録、高評価、コメント、X のフォローよろしくお願いします。バイバイ。